一株百五十円ぐらいの時はもう毎回スーパーに行くと買ってたブロッコリーなんですが最近三百円前後だなという実感があるんですよねちょっとでも大きいものを選ぼうかなと思うんですが実際どんな値段の推移なんでしょうかはいこちら名古屋の中央卸売市場でのブロッコリーの価格の推移過去五年の平均が緑色のグラフ、はい、で今年のこの価格の変動が赤のグラフなんですね年明けはやや 安くスタートただもう2月の終わりから3月にかけてぐっと価格急上昇高値が続きで最新ですね5月のまあ上旬の値ではこれ例年の5割増しということになっているんです、ね、で今もありましたけどこの原因となっているのが、まあ、天候不順によって価格が高騰していると。 と本当実感通りのグラフですね、うん、指定野菜にもなっていて消費も多いというブロッコリーなんですが大石さん他の野菜も値段高いですよねそうですね、えー、今高くて大変、うん、そして今後どうなるのか不安というですね二大野菜があるんですね、はい、名古屋の生花市場名古屋の胃袋を支えるセントライセ菓さん取材しました、はい、その二大野菜というのが、うん、キャベツと人参なんです、はい、はい。キャベツはですね例年比 た玉200円ぐらいのものが直近ですと500円ぐらいまで跳ね上がっているいでキャベツ高くなってますよね,ねじゃあなんで高いかということなんですけどもそもそも夏キャベツ冬キャベツの葉坂期のこの5月ははそもそも生産量が少なくなっているそうなんですよそうなんですね、はいはい、そして出荷直前のこの3月低温で大変だった これによってですね、産地の千葉、神奈川が大打撃を受けて<ー>全体として生産量、供給量が減少してしまって高くなったということですそうなんですね。うん、じゃあ人参どうですかっていうことなんですけども、はい、人参一袋だいたい三本でセットになってますけども、うん、例年およそ百二十円から百六十円のところ、直近ですと二百円から二百五十円になってる、はい。これも本当実感通りですね。ね、はい、カレーなかなか大変ですかそうですよね。ねじゃあなんで高いのっていうことなんですけども、 冬場、雨が少なかったそして出荷前の春寒かった<ー>春人参の一大産地が徳島なんですけれども<ー>打撃を受けちゃって供給量減少が減っってしまったとということなんですね今後どうなるのかが気になります今後の価格の展開を聞いてみたんですが、はい、こちらです。うん、まず来月には キャベツは価格が下がるんではないかということなんですね。はい、これなぜかというと、名古屋、えっ、ー、と長野や群馬の。 コーチキャベツこれが入ってくるので、まあ、全体として、ね、供給量増えるので価格下がるんじゃないか、はい、そして、えー、人参なんですけれどもこちらは7月まで高値が続くんじゃないかとうう、ね、地元、岐阜、各務、えー、原の人参も入ってくるんですけれども少しずつ状況が改善されてもやっぱり7月ぐらいまでは高値になるんじゃないかなといずれにしてもその先を考えると天気がどうなるのかが非常にポイントになってくるんですが今日は気象 予報士桜沢さんに解説してもらいますお願いしますはいなかなか天候は落ち着かないんですよね、はい、昨日い発表された最新の1ヶ月予報によると東海地方気温は平年より高めそして降水量なんですが平年並みかやや多い予想降水量が多いとやはり日照時間も少なくなるのでまだまだ農作物管理が必要な日が続きそうなんですね 単純な質問で恐縮なんですが、野菜にとっては、平年が一番いいんですか、ね、そうですね、この時期、育つものはやはり平年並みの気温降水量でして、やっぱり順調に育ってくれるかと思うんですが、<ー>平年より高いとやっぱり急に成長してしまったりして、はあ、そういった影響も考えられますからね。